今日のガヤガヤは上町の中新田地区に来ています。何でしょうこれ。倉庫ではありません。陶芸ギャラリー。これは同じ作家の同じ大きさぐらいの壺が千代の富士会館に今ガラスケースの中に鎮座してるんです。うちは嫁さんのおもちゃです。でしょ。一応これ100万です。あ、100万ですか。おお、なかなかお金のかかるおもちゃですね。上皇様になる。今は上皇様ですよね。このお部屋にあるのと、はい、皇室になんかこの丸っていうのゆかりあるのかなと思ってます。何度も使われるっていうのは。あ、これは人も過ぎてきちゃいましたけどね。一応今工芸界のトップの方です。人間国宝で。そんな人間国宝の刀作ったものがあるんですね。そんな魅力って何ですか。やっぱり表情だね。いいものっていうのは表情出ると思う。小さい湯飲みでも出ます。感じます。今も私は欲しいのあるんだけども、はい、いかんせん嫁と戦わなくちゃないんで嫁とお金と戦うのっていうのはね本当に